ハンス・ヨアヒム・バルタール・ドルフ・ジーク・フリート・マルセイユは、第二次世界大戦のアフリカ戦線で活躍した、ドイツ空軍のエースパイロット。アフリカの星の通称で知られる。撃墜した158機はすべて西側連合軍機で、ある。上記メッサー・シミット BF-109 回から4、トロには、英軍陶器構成以降、黄色の14が書き込まれていた。最終階級は大位。 1919年、バイマル共和政火のベルリンに生まれる。父ジークフリートは、第一次世界大戦に従軍したドイツ陸軍隊員で、陸軍を辞めて、ベルリン警察に入ったが、1933年に、陸軍に復帰、後に少々に昇進し、第二次世界大戦中は、東部戦線で従軍したが、1944年1月に、ウクライナで、 パルチザンに襲われ死亡している。マルセイユ家は17世紀末、ルイ14世が発したフォンテーヌ・ブローの直令による迫害から逃れてドイツへ亡命したフランス人ユグノーの末裔である。同じく生がフランス系である空軍中将のアドルフ・ガーランドも同様の難民の末裔だった。マルセイユの両親は彼が子供の時に離婚し、母、 シャルロッテがロイターという警官と再婚したため、学校時代はギフ・ロイターの姓を名乗っていたが、大人になってからマルセイユの姓に戻した。1938年11月にドイツ空軍へ入隊し、主官候補生としてクベードリンブルクで軍事基礎訓練を受け、1939年3月1日に戦闘飛行学校へ配属された。同級生には、 地中海戦域でマルセイユに次ぐ撃墜数を記録したベルナー・シュレイヤがいた。シュレイヤはマルセイユがしょっちゅう軍機犯を起こしたと伝えている。そのためマルセイユは旧友が週末の休暇をもらうとき基地への居残りを命じられたが、しばしばそれを無視した。マルセイユは1940年7月18日に欠出した評価で、 ウィーンの第5戦闘機搭乗員学校を卒業し、メルゼブルク戦闘機搭乗員訓練飛行隊に配属され、第二次世界大戦の勃発から、フランスの降伏まで、ロイナ科学工場の防空任務に当たった。同年8月10日、マルセイユは華麗に基地を置く第2共同航空団へ転属となり、バトルオブブリテンでイギリス上空の実戦に参加するようになって、ここでも、 飛行隊長、ヘルベルト・イーレフェルト隊員から傑出した評価を受けた。1940年8月24日、イギリス上空における最初の空中戦で、マルセイユは熟練した敵と4分間の戦いを繰り広げ、撃墜した。英軍戦闘機はエンジンに被弾して、イギリス海峡に墜落した。これがマルセイユの初撃墜だった。その直後、マルセイユは、 髪型からの攻撃を受け、急降下して、海面上数メートルで気を引き起こして、敵の機銃弾を逃れた。同日付の母親へ当てた手紙に、マルセイはこう記した。今日、私は最初の敵を撃墜しました。私は、それが受け入れられません。私は、この若者の母親が、息子の死のニュースを受けたとき、どう感じるに違いないかを考え続けています。 そしてこの死の責任は私にあります。私は最初の勝利に満足するどころか悲しんでいます。マルセイユは二度目の出撃で2機目を撃墜し、9月15日までに4機を撃墜。9月18日に5機目を撃墜して AS となった。9月23日、爆撃機護衛任務から帰還する途中、マルセイユの機はドーバー上空の戦闘で被弾し、 北フランスの沖10マイルでエンジンが停止してベールアウトを余儀なくされた。HE59 水蒸気に救出されるまで3時間、海を漂った。ひどい疲労と低体温症でマルセイユは野戦病院に送られた。マルセイユを撃墜したのは英軍の著名なエース、ロバート・タックではないかとも言われている。基地に戻った時、マルセイユは非常に苦しい立場にいた。 彼は指揮官の中隊長、アドルフ・ブールを見捨てる形となり、ブールは戦死していた。マルセイユはイーレフェルトから厳しい叱責と最終警告を受け、他のパイロットたちはマルセイユを弾劾した。彼が他のパイロットを遠ざけたことや、その傲慢で反抗的な性格からイーレフェルトはマルセイユを第二共同航空団から放逐した。マルセイユは 第52戦闘航空団第4中隊へ転属となり、ヨハネス・シュタインホフの下で、ゲルハルト・バルクホルンと一緒に飛んだ。シュタインホフは後に改装している。マルセイユはとてもハンサムだった。彼はとても才能あるパイロットだったが、信頼はできなかった。彼は、至るところに、ガールフレンドがいて、彼女たちと遊んだ結果彼にはパイロットに必要な、休息の時間がなくなってしまい。 飛行を許可するには疲れすぎている状態だった。彼の取った無責任な行動が彼を追い出した主要な理由だ。しかし彼には抵抗できない魅力があった。ジャズ音楽への系統や女遊び、公然としたプレーボーイ的生活、また反抗的な性格で2番機には向かなかったため、シュタインホフはマルセイユを第27戦闘航空団へ転属させた。 マルセイユがこの舞台に転属したとき、彼のキャリアが飛び抜けたものになることを予見することは困難だった。彼の新しい飛行隊長、エドアルトノイマンは改装している。彼の髪の毛は長すぎたし、腕の太さほどもある、軍機違反履歴書を持ってきた。イギリス海峡沿いでの戦闘で、彼が主張する七機の撃墜のうち、四機は確認されなかった。大きな割合だ。それに、 何より彼はベルリンっ子だった。イメージを作ろうとしてベッドを共にした多くの女性について語ることをっとはなかった。その中には有名な女優もいた。彼は気性が荒く神経質で魚しにくかった。30年後だったら彼はプレイボーイと呼ばれただろう。それにもかかわらずノイマンはマルセイユのパイロットとしての可能性を素早く認識した。 彼はインタビューで述べている。マルセイユは軍機範の常習者となるか、偉大な戦闘機パイロットになるか、二つに一つしかありえなかった。マルセイユの部隊はアフリカへ移住する前、ユーゴスラビア侵攻の間、短期間戦闘に参加し、1941年4月10日、ザグレブへ展開した。4月20日、トリポリから前線基地への飛行の途中で、 マルセイユの機はエンジントラブルを起こし、目的地へ着く前に砂漠へ不時着を余儀なくされた。彼の渋滞は彼が安全に木から降りるのを確認すると視界から去った。マルセイユは最初、イタリア軍のトラックをヒッチハイクして旅を続けたが、これでは時間がかかると気づくと空軍の仮設基地で運を試した。最終的に彼は、 前線への主要道路の平坦部を担当する将軍のところへ行って、翌日の作戦に間に合うようにしなければならないと説得した。マルセイユのキャラクターは将軍を動かし、運転手付きで車を当てがってくれた。このお返しは50機撃墜でな、マルセイユ。が、将軍の別れの挨拶だった。マルセイユは21日に中滞に追いついた。4月23日、マルセイユは、 北アフリカで最初の撃墜を記録した。しかしこの日3度目の出撃で、マルセイユは英空軍第73飛行隊と行動を共にする自由フランス軍のパイロット、ジェームズ・デニス将尉のォーカーハリケーンに撃墜された。マルセイユの木は操縦席付近に約30発の弾丸を受け、3、4発がキャノピーを砕いた。マルセイユが前鏡になったので、弾は 数インチで逸れた。マルセイユはなんとか胴体着陸した。1ヶ月後の5月21日、デニスは再びマルセイユを撃墜した。ノイマンはマルセイユに空戦技術を伸ばすための自己鍛錬を進めた。この時までにマルセイユは4機の BF-109E を壊していた。マルセイユの撃墜率は低く、6月から8月まで1機も撃墜できなかった。 敵の変態へ突っ込む彼の戦術はあらゆる方向からの重火を浴び、その結果彼の蒸気は修理不能なまでに被弾した。ノイマンは我慢できなくなったが、マルセイユはこの戦法に固執し、肉体的にも戦術的にもユニークな自己鍛錬プログラムを生み出した。それはズバ抜けた状況判断、射撃術、大胆な操縦だけでなく、敵機を真後ろから追って撃つ。 普通のやり方ではなく、敵機を横から撃つ、高角度の偏差射撃を好むという他に類を見ない攻撃戦術となった。マルセイユはこの戦術を両機と共に起動中に練習した。この結果マルセイユは偏差射撃の名人として知られるようになった。マルセイユは向上的に敵機を撃墜するようになると、時々撃墜した連合軍航空兵を助けるために、 遠く離れた撃墜地点へ車で出かけていった。9月13日、オーストラリア空軍第451飛行隊のパッドバイアースを撃墜すると、マルセイユはバイアースの基地へ飛んで行き、オーストラリア兵にバイアースの状況と手当てについて知らせ、数日後にその死を知らせた。マルセイユはゲーリングがその種の飛行を禁止したと警告してからも、それを続けた。 戦後、マルセイユの同僚のベルナー・シュレアは、マルセイユがこの行為を飛行機を撃墜するのは好きだが、人殺しが好きなのではないグループの懺悔として行っており、我々は二つを分けようとしていた。マルセイユは我々にその逃げ道、懺悔を許してくれたと想像すると語っている。九月十四日、マルセイユの練習は見を結び、南アフリカ空軍第一飛行隊のハリケーン四機撃墜と、 初めて1回の出撃で複数機を撃墜した。12月中旬までにマルセイユは25機撃墜に達し、ドイツ十字賞金賞を受けた。11月から12月にかけて、彼の中隊はドイツへ帰還し、BF109 回から4、トロに、起死転換した。マルセイユはいつも自身の能力を高めようと努力した。彼は、空中軌道における非常に大きな G に耐えるため、 足と腹筋を鍛えた。また視力を向上させるため大量のミルクを飲み、サングラスを避けた。ドイツ軍戦闘機の攻撃に対抗するため、連合軍パイロットは、ラフベリーサークルというフォーメーションを考案した。この編隊を攻撃する敵のパイロットは、絶えず飛行撃側のパイロットの視野に入るため非常に効果的なフォーメーションであった。しかしマルセイユはこの敵の防御的編隊の髪型。 あるいは下方から高速で突っ込み、急旋回をしながら2秒ほどの偏差射撃を行い、敵機を撃破した。マルセイユの戦法の効果は1942年初めからの戦火の伸びに現れ始めた。2月8日に4機撃墜して40機撃墜とし、2月12日にも4機撃墜して44機撃墜。2月22日に50機撃墜で、騎士鉄十字章を受章した。 マルセイユの50機目撃墜後に整備を受ける黄色の14マルセイユは多くの人がどう見ても彼に不利と考える条件下で攻撃した。しかし彼の射撃術によって目標の一方の側面で飛ぶ2機の航空機の応射を回避できるため十分に接近できた。マルセイユの素晴らしい視力がいち早く敵を発見し攻撃位置を取るための適切な行動と軌道を行わせた。 実戦においてマルセイユの取った戦闘方法は2機1組での変態行動であった。彼はそれを北アフリカ上空の戦闘環境下において最も安全で効果的な方法だと信じていた。2番機と衝突したり誤射しないお互いに安全な距離を取りマルセイユ一人が戦闘行動を行った。ラフベリーサークルの連合軍機を攻撃する際、マルセイユは フルスロットルを使う高速旋回よりもスロットルをいっぱいに絞り、フラップさえも下ろして旋回半径を小さくすることを好んだ。他のパイロットでこれを効果的にできるものはおらず、エミール・クレイドは攻撃に失敗しても脱出できるようスピードを出して単一の相手に突っ込むことを選んだという。マルセイユは彼独自の戦術をさらに進化させた。それは ほとんどの他のパイロットたちとはっきり異なっていた。彼はとてもゆっくり飛ばなければならなかった。墜落しないよう着陸フラップを作動させなければならないところまで行った。もちろん上の防御的旋回より小さく旋回しなければならないからだ。彼と彼の搭乗機は一心同体であり、彼は搭乗機を他の誰にもできないほど意のままに操縦できた。 撃墜したホーカーハリケーンの傍らに立つマルセイユ。1942年2月、フリードリッヒ・キルナーも、これをユニークだと認めている。旋回しながら撃つことは、パイロットにとって最も難しいことだ。敵は防御的旋回をしている。それは、彼らがすでに旋回していて、目標機が標準でティクルの中へ入っていくことを意味する。彼の飛行機にうまく、 正規を取り戻させることによってのみ、彼の旋回半径は小さくなる。しかし、彼がそれをしたら、彼の標的は、ほとんどの場合、彼の翼の下に姿を消す。そうすれば彼は、もはやそれを見ることもせず、本能だけで射撃した。彼の戦闘機パイロットとしての成功は、体調職への承認となった。1942年5月1日、早くも注意に昇進し、 6月8日に3、JG27 の中隊長となって、I、JG27 飛行隊長となったゲルハルトホムーと注意の後を継いだ。マルセイユは、友人ハンス・アーノルト・シュタール・シュミットとの会話で、空対空戦闘に関する彼のスタイルとアイデアについて語っている。私はしばしば戦闘を一連の流れとして捉える。私は、英軍機の軍の真っただ中で、 どの角度からでも射撃することができるし、決して捕捉されることはない。攻撃位置の確保は我々戦闘機乗りが習得していなければならない基本的事項だ。シュタール・シュミット、君はいかなるポジションからでも撃てるようにならなければならない。左右の旋回から、ロールの中から背面飛行をしているとき、いつでもだ。この方法だけが君の戦術をより発展させる。 敵は戦闘の成り行き、一連の予知できない軌道と行動、決して同じではなく、常に手近な状況から生まれてくる、を予測できないだけだ。それから初めて、君は敵の軍の真っただ中に突っ込み、内側から吹き飛ばすことができる。彼が完成させた攻撃方法は、高い撃墜率を誇り、結果複数機撃墜が増えることとなった。6月3日、マルセイは、 短期で16機の P-40 の変隊を攻撃し、南アフリカ空軍第5飛行隊の6機を撃墜、そのうち5機は6分間で撃墜し、3人のエース、ロビンペア、ダグラス・ゴールディング、アンドレ・ボーサを含んでいた。これにより彼のスコアはさらに伸び、75機撃墜を記録した。マルセイユは6月6日、白洋付き岸鉄十字章を受章した。 彼の両機ライナーペットゲンは空飛ぶ係数機とあだ名されたがこの戦いについて言っている。すべての敵は凄まじい旋回による格闘戦でマルセイユによって撃墜された。彼は射撃時敵機に対し数秒を撃つのみであった。彼の遮断の命中パターンは敵機の機種エンジン部分からコクピットまで命中するのが常だった。どうして彼がこれをできるかは 彼にも説明できなかった。どの格闘戦でも彼はスロットルを可能な限り絞った。これが彼の登場機の急旋回を可能にした。この空中戦での彼の弾薬消費量は360発だった。またシュレイヤはマルセイユの戦闘方法について下記のように述べている。彼は私が見た中で最も驚くべき独創的な戦闘パイロットだった。彼は多くの場合、 とても幸運でもあった。彼は10対1で、相手が数に勝る戦いにしばしば単独で飛び込むことを厭わなかった。彼は空中戦における、あらゆる基本的なルールを覆した。6月17日に100期目の撃墜を果たすと、マルセイユは2ヶ月の休暇のため、ドイツへ帰り、白洋、ケンツケキツ十字章を受章した。8月6日、 マルセイユは婚約者のハンネリース・キッパーに同行されて北アフリカへ戻る旅に立った。8月13日、マルセイユはローマでベニート・ムッソリーニに会い、勇敢さに対するイタリアの最高軍事勲章、先行金章を授与された。イタリア滞在中、マルセイユはローマのゲシタポの長官ヘルベルト・カプラーによって提出された行方不明者報告を ドイツ当局に集めさせて、しばらくの間、姿を消した。彼は、最終的に居所を突き止められた。噂によると、彼は、イタリア女性と逃げて、ついには現代に戻るよう説得された。幸い事件については、不問となり、この不謹慎な行為について、マルセイユには、何の処分もなかった。婚約者をローマに置いて、マルセイユは8月23日、 戦闘任務に戻った。9月1日は、マルセイユが最も成功を収めた日で、1日に17機を撃墜し、121機撃墜とした。これは、西側連合国空軍機が一人のパイロットによって1日に撃墜された最多機数である。これによりマルセイユは、白洋兼ダイヤモンド付き私鉄十字章を受賞したが、 この勲章はヒトラーが直接授与する決まりであるため、生前に受け取ることはできなかった。ただ一人のパイロット、エミール・ラングが1943年11月4日、東部戦線でソ連空軍を相手に、このスコアをしのぐことになる。17機の敵機撃墜には10分間での発揮も含まれており、この手柄の結果、イタリア王国空軍中隊から、キューベルワーゲンをプレゼントされた。 その車にイタリアの領友はオットーとペインとした。そして9月には54機を撃墜することになり、彼が最も多く撃墜を重ねた月となった。9月3日、マルセイユは6機撃墜して132機撃墜としたが、カナダのエース、ジェームズ・フランシス・エドワーズからの攻撃を受け被弾した。マルセイユの BF109 回から4、トロ3日後、エドワーズが マルセイユの戦友、ギュンター・シュタインハウゼンを撃墜した。翌日の9月7日、もう一人の戦友、ハンス・アーノルト・シュタール・シュミットも戦闘中行方不明となった。これら一連の不幸な出来事は、マルセイユの心に重くのしかかり、彼の人生の最後の数週間、彼は話すのも、やっとの状態で、木工し塞ぎ込むことが多くなった。また旅重なる戦闘による過労から、 睡眠自由行障と心的外傷後ストレス障害と見られる症状も現れていたが、マルセイユはこれらを全く意に介さなかった。マルセイユは9月15日の7期撃墜を含め、9月の真中複数期撃墜を続けた。9月16日から25日までの間、マルセイユは戦闘後の不時着で腕を骨折したため、スコアを伸ばすことができなかった。その結果、彼は、 エドアルトのイマン司令から飛行を禁ぜられた。しかし同じ日、イタリア空軍第4飛行団、第9中隊のエース、エマニュエレアンの2の MC202 をテスト飛行のために借りた。しかし一度限りの飛行は、スロットルの操作が、イタリアの飛行機はドイツの飛行機の逆なので、マルセイユが偶然エンジンのスイッチを切ってしまい、胴体着陸に終わった。 マルセイユは9月19日にタイに昇進した。マルセイユは彼の友人、ハンス・アーノルト・シュタール・シュミットの撃墜数59機をわずか5週間で超えそうだった。しかしながら、連合軍の大量の物的優位は数で劣るドイツ軍パイロットの置かれた状況が厳しいものであることを意味していた。この時点におけるドイツ空軍戦闘機部隊の力は 英軍の総勢約800機に対して112機だった。マルセイユは、度重なる出撃によって、肉体的に消耗していった。9月26日の彼の最後の戦闘の後、この日、7機目の撃墜を記録した15分に及ぶ、スピットファイアとの戦闘を終えて、疲労のため倒れんばかりになっていたと伝えられている。特に注目すべきは、マルセイユの158機目の撃墜である。 9月26日午後に着陸した後、彼は肉体的に疲れ切っていた。いくつかの記事は、彼の中隊のメンバーが疲労で憔悴しきったマルセイユの姿を見て明らかにショックを受けたことをほのめかしている。マルセイユ自身の説明によると、彼はスピットファイアのパイロットに高高度から低空まで降りてくるほどの凄まじい格闘戦を挑まれた。マルセイユは、 いかに彼と敵の双方が相手の交尾に着こうと努力したか、詳しく話した。お互いが射撃位置を取り合い、機銃を撃ち合ったが、その度に追われる側はそれを回避し体勢を逆転させた。最後に燃料の残りわずか15分で、彼は太陽へ向かって上昇した。英軍戦闘機はそれを追い、眩しい光に幻惑された。マルセイユは急旋回とロールを行い、 100メートルの距離から射撃した。スピットファイヤは遮断を受け、翼が吹き飛び、パイロットを乗せたまま地面に激突した。マルセイユは書いている。あれは私がこれまで相手にした中で最もタフな敵だった。彼の旋回は素晴らしかった。私はそれが私の最後の戦いになるのではないかと思った。なお彼と彼の舞台は不明のままである。 9月26日の2回の任務は BF-19G-2 トゥロで行われ、そのうちの1回でマルセイユは敵機7機を撃墜した。BF-19G-2 トゥロの最初の6機は飛行隊の BF-109 回と交換することになっていて、前機がマルセイユの第3中隊へ割り当てられた。マルセイユは以前は新型機を使えという命令を エンジン故障率の高さから無視していたが、アルベルトケッセルリンク減水の命令で、しぶしぶ従った。そのうちの1機が、マルセイユが最後に飛ばすことになる製造番号14,256機だった。続く3日間、マルセイユの中隊は休養し、飛行任務を休んだ。9月28日、マルセイユは、エルビン・ロンメル減水から彼と一緒に、 ベルリンへ戻ることを求められた。ヒトラーが9月30日にベルリンスポーツ宮殿で演説をすることになっており、ロンメルとマルセイユが参列することになっていたためである。しかしマルセイユは自身が前線で必要とされ、すでにその年3ヶ月の休暇を取っていることを引き合いに出してこの申し出を誇示した。一方で彼は婚約者のハンネリー・スキュッパーと結婚するため、 クリスマスに休暇が欲しいと漏らしていた。9月30日、マルセイユは1 8 7の護衛任務で第3中隊を指揮し、部隊の引き上げをカバーして JG27 を支援するために展開していた3、JG53 による外側の護衛を解除しようとしていた。マルセイユの飛行は付近の敵機へと電波誘導されたが、敵は退却して戦闘は起こらなかった。 マルセイユは、3、JG27 を交戦させようと指揮するノイマニエと、方角とコーを誘導した。マルセイユは、8、JG27 中隊長、ベルナーシュレイアがスピットファイア一機を撃墜したのを10時30分に、無線で聞いた。基地へ戻る途中、マルセイユの新しい BF-19G-2、プロの操縦席は、煙で一杯になり始め、目が見えなくなって半ば窒息し、 両機のヨストシュラングとライナー・ペトゲンによって誘導され、ドイツ軍の戦線まで戻った。味方戦線にたどり着くと、マルセイユ機はパワーを失い、どんどん降下していった。ペトゲンは、あと、約10分で、シディ・アブデルラーマンのホワイトモスクに着きます。そうすれば、味方の戦線内ですと、大声で叫んだ。この時点でマルセイユは、登場機を、もはや飛行不能とみなし。 ベールアウトを決意した。彼の同僚への最後の言葉は脱出する。もうこれ以上は無理だだった。エドアルト・ノイマンは指揮所で自ら任務を指揮していた。私は指揮所にいてパイロット間の無線更新を聞いていた。私は即座に何か深刻なことが起きたと理解した。私は彼らがなお飛んでいて、彼らがマルセイを我々の領域まで連れて行こうと試みており。 彼の気が大量の煙を発しているのが分かった。マルセイユの周囲に緊密な変態を組んで飛んでいた中体核機はマルセイユ機が起動するために必要な空間を与えるため離れた。マルセイユはベールアウトの標準作業である背面飛行になったが、煙と軽い方向感覚の喪失のため、木が急降下に入り、かなりの速度に達していることに気づかなかった。彼は、 操縦席から脱出し,しようと努力し機外に飛び出したものの、プロペラ交流で後方へ飛ばされて、搭乗機の垂直尾翼に左胸を強打、即死あるいはパラシュートが開けないほどの人事不正に陥った。そのままほぼ垂直に落下し、シディアブデルラウマンの南 7km の砂漠の大地に激突した。事故の後、パラシュートには 40cm の大穴が開き、 キャノピーは放り出されていたが、マルセイユの遺体を収容すると、パラシュートのリリースハンドルは安全のままになっており、彼がそれを開こうともしなかったことを明らかにしていた。第115装甲的弾兵連隊の連隊付け医師、ビッグ軍医は遺体を点検していて、マルセイユの腕時計がちょうど11時42分で止まっているのに気づいた。ビッグ軍医は全面地雷。 腹のすぐ後方に配置されていたので、墜落現場に最初に到着した人物となった。彼は、マルセイユの追試も目撃していた。彼の検視報告書で、ビッグ軍医は述べている。パイロットは腹ばいに眠っているかのように横たわっていた。彼の両腕は、胴体の元に隠れていた。近づくに従って、頭蓋骨の砕けた側から出る血の海が見えた。脳みそが露出していた。 死んだパイロットを仰向けに寝かせて、フライトジャケットのジッパーを開けると、白羊、ケンツケキシ十字章が見え、私はすぐに、これが誰か分かった。給与帳もそれを教えてくれた。ルートビヒフランチスケット中尉が、砂漠から、マルセイユの遺体を回収した。マルセイユは、中隊の病室におごそかに横たえられ、彼の同僚たちは彼らの尊敬を表すため1日中、やってきた。 タムケとして、彼らは、マルセイユが好んで聴いた、ルンバ・アズールのレコードを、その日が終わるまで何度も何度もかけた。マルセイユの葬式は10月1日、デルナの英雄墓地で行われ、アルベルト・ケッセル・リンク・ケンスイとエドアルト・のイ・マン・少佐が、弔辞を捧げた。墜落の調査が急いで行われた。委員会報告は、墜落がオイル漏れによる、作動ギアの破損で起きたと結論付けた。 そして平ら歯車の歯が何本も折れて、オイルに火をつけた。サボタージュや人的ミスは除外された。製造番号14,256の機体は、イタリアのバーリ経由で部隊へ運ばれた。マルセイユの追試という悲劇的に終わったこの機の任務は、これが最初の任務だった。JG27 は、マルセイユの死によるショックの試し機が低下し、 1> 約1ヶ月間アフリカから離された。ちょうど3週間前の他の2人のエース、ギュンター・シュタインハウゼンとマルセイユの友人、ハンス・アーノルト・シュタール・シュミットの死も、かつてなく、指揮を下げた。ある電気作家は、これらの結果は、マルセイユの指揮スタイルの失敗によって引き起こされたと、示唆する。しかしそれは彼にとって、どうすることもできないものであった。マルセイユが成功すればするほど、 彼の中隊は、部隊が獲得した空戦での勝利の、より大きな分け前を担うため、彼に依存するようになった。それだけに、彼の死は、JG27 にとって想定外のことであった。歴史家のハンスリングとクリストファー・ショアは、マルセイユの昇進については、自身の実績によるところが大きく、他のパイロットたちが、撃墜数を稼ごうとしなかったこと、彼ら自身が、 撃墜王になろうともしなかったことを指摘する。彼らはマルセイユという空中戦の巨匠が敵機を撃墜するための援護を行いましたが、援護に専念したために彼ら自身は空中戦を行うことがおろそかになり、航空団の総合的な空中戦技量の向上が妨げられることとなった。そのためマルセイユが戦死した時、彼の後を継ぐ撃墜王がいなかった。 エドアルトノイマンは説明する。このハンディキャップは、マルセイユのようなパイロットの成功の、戦闘航空団全体への道徳的効果によって、部分的に克服された。実際、マルセイユの中隊のほとんどのパイロットが、巨匠の護衛という二流の役割しか果たしていなかった。それにもかかわらず、マルセイユは、優れた指揮官の器には足し得なかった。しかし戦闘機パイロットとして、 マルセイユは絶対的に最高だ。何より稲妻のような反射神経を持ち、誰よりも大きな軌道の中でより早い判断を下すことができた。彼はユニークだった。マルセイユの撃墜記録には当時から疑問の声があった。彼の北アフリカにおける151機の撃墜のうち81機は、 マルセイユの飛行記録と連合国の損失記録から確実であると推察され、24機は紹介の結果、実際には撃墜されておらず、46機は撃墜されたことは事実だが、マルセイユによる撃墜か他のパイロットによる撃墜かは確認できていないとする者も,もいる。ただし、ドイツ軍の撃墜の記録は、必ず同僚の目撃証言や地上部隊での確認が必要であり、 それらの資料は、撃墜機の最後の様子、確認の範囲などが詳細に記入される方式のもので、それにより、軍部が戦果として認定することが条件となっているので、信頼性は各国の中で一番高い。クロフスキー 1994P20、クロフスキー 1994P156、キッチェンスベマン 2007P156。ありがとうございます。